こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、こちらになります。加藤から発売されている N ゲージのポケットライン、僕の街の路面電車チビ電の、これパト電になります。でこちらなんですけど、これ先月の末ぐらいに多分発売されたものになると思います。で、このねポケットラインなんですけど、以前にこれですね、こちらのね、チビ電の方もね紹介したことあるんですけど、これ結構良かったんですよ。すごい可愛いね N ゲージになってたので、まあね、これもね楽しみです。はい、ということで、まずはパッケージなんですけど、まあ、パッケージはまあこんな感じで、で、こちら側こんな感じになってます。で、あ、そうそう、これね振動力搭載ということでね、なんか走行性能がね結構上がってるみたいです。でですね、これ価格なんですけどね、私Amazon で購入したんですけど、予約注文で買ったんですよ。なのでね、ちょっと安めになってたと思うんですよ。確かね3480いくらでね購入したと思います。で今ねAmazon見てみると、まあ、3699円ということでね、少しね値は上がってるみたいですね。ということで、早速ね開封していきたいと思います。よいしょ、はい、まあ、こんな感じで、えい、オープンです。はい、いきますよ。ほ、はい、まあこんな感じで入ってます。あ、ちょっと待って、何これ。あー、なんかちょっと書いてるこれ。なんだろう。これは何これ。ちょっと読んでみますね。まあ子供の安全を守ろうはいいんですよ、ものすごくいいんですけど、5つの約束、イカのお寿司って、これ何よこれ。これ何なのよこれ。ちなみにこちら調べてみたんですよ。そしたらこのイカのお寿司って、なんか子供の安全の標語かなんかなんですかね。イカのお寿司のイカはついていかないのイカで、イカのお寿司の脳は車に乗らないの脳ですね。そしてお寿司の王は大声を出す、お寿司の数はすぐに逃げるですね。それでお寿司の C は大人の人に知らせるの C ですね。はい、まあ、こういうことだったんだ。はい、じゃあちょっとね車両の方じっくり見ていきます。こっちが先頭車っぽいですね。で、あ、そうかそうか、これ繋がってるんですよ。繋がってて、ちょっと連結をねちょっと外します。はい、外して、じゃあまずは先頭車の方を見ていきます。で正面はまあこんな感じになってて、このライトのところはねこれ塗装になってます。であとここにパト電とか、これなんだろう、交通安全って書いてるんでしょうかね、ちょっと読めないんですけど、まあ、なんか書いてますね。でこのねパトラインランプっていうのかな、路面電車だからなんて言っていいんだろう、まあパトランプですよね。これもね塗装になってます。で横なんすけど、まあ、こんな感じで、書いてますね、いろいろ。ストップ、その振り込み、ちょっと待てって書いてますね。で振り込み詐欺にご注意っていう。これいる。この用語いるかな。まあいいか、まあいいか。はい、まあ、こんな感じで、で、後ろもこんな感じになってます。でこちらも同じっすかね。ここのね、こういうの書いてあることはちょっと違ってますね。で、上は、まあ、こんな感じになってて、パンダグラフですかね。これは、ちゃんと確か上がるようになってたと思うんですけど、あ、そうですね。はい、まあ、こんな感じで、しっかり上がるようになってます。そして、下は、まあ、こんな感じになってます。でね、この先頭車のね、こちら側が、動力車になってます。ですよね。ですよね、合ってますね。はい。では次は後備車になります。で後備車なんですけど、まあ、こんな感じで、今度はねこのパトランプ、これはね青になってますね。まあ、あとは同じように、ここも塗装で、あとは同じですかね。で横はまあこんな感じで、おっとまた書いてることが違いますね。危険迷惑ながらスマホ。はい、だいるそれ。それこれにいるのかな。まあいいか、周りを見て
歩きスマホはやめましょう。まあね、書いてることはね、非常に、まあね。これにいるのか。はい、まあ、そう思うジョージ・シャラです。で、こちら。子供の安全を守る。うん、そう、素晴らしい。そして、5つの約束。イカのお寿司。だからいるんか、これは。つなげると、よいしょ。あれ。よいしょ。はい。で、つなげてみると、まあ、こんな感じのね。なかなか可愛らしくてね。かっこいい。まあ、パトデになってるんじゃないでしょうか。はい、こんなレイアウトを作ってみました。ちょっとチビデに合わせてコンパクトな、すごいコンパクトなレイアウトにしてみました。ではね、これで発射してみます。ではまずはね、ゆっくりと行きます。で、これね、振動力になっているので、このね、ゆっくりした速度でも、ちゃんと走れるみたいですね。ああ、いいですね。ゆっくりでも、ちゃんと走れてます。じゃあここからちょっとずつスピード上げていきまーす。あ、結構速くなりましたね。おー、あー、まあこれぐらいですかね。路面電車なんで、まあこれぐらいのね、ゆっくりしたスピードで走らせると、あー、いい感じですね。おー。音も静かだし、カーブもね、うん、スムーズに曲がれてますし、走行性能もね、そこそこ高いみたいですね。うん。おぉ。では、徐々にね、スピード上げていきまーす。とりあえず、走行性能の限界までちょっと知っときたいので、どんどん上げていきまーす。あ、やっぱり安定してますね。非常に走りは、うん、安定してると思います。では一応ね、念のため、前回走行行っておきまーす。まあ、多分ね、前回のね、チビデンも脱線することなく、非常にね、スムーズに走れてたんで、今回も何の問題もなく走れてますね。非常に安定して走れてると思います。おお。では今度は、逆もね、こっち側もね、行ってみますね。うん、こっちも同じくですね、ちゃんとスムーズに走れてますね。いいですね。こんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。今回はこちらの加藤から発売されているポケットラインの僕の街の路面電車チビ電のパト電を紹介してみました。まあね、とても可愛くて、でなかなか走行性能も高い、いい N ゲージなんじゃないかなと思います。まあ、個人的にはちょっとこれ。まあね、気軽に N ゲージ始めるんだったら、こういうのもね、ありなんじゃないかなと思います。はい。ということでね、まあ、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。